ビィルヘルム・フォン・イエーゲルフェルトは、スウェーデンの風景映画家である。ヨーロッパ各地の風景を描いた。ヨーテボリで生まれた。父親は建築家のビクトール・フォン・イエーゲルフェルトである。1861年から、コッペンハーゲンのデンマーク王立美術院。1863年から1867年まで、スウェーデン王立美術院で学んだ。1867年に、 ドイツのデュセルドルフに移り、デュセルドルフ美術アカデミーには入学しないで、スウェーデン出身の画家、ノルドグレンの指導を受けた。1872年にパリに移り、スウェーデン出身の風景画家、アルフレッド・バールベリの影響を受けた。1876年からサロンド・パリに出展し、1881年からはフランス芸術家協会の展覧会に出展した。 フランスの北海岸やイギリス、オランダやイタリアなどの風景を描き、1870年代は北欧の画家たちが集まったデンマークの漁村スケーエンで活動した。1880年代はイタリアのベネツィアで活動した。1888年にスウェーデンに帰国した。晩年はスウェーデン南部の漁村トルコブで暮らし、そこで没した。ありがとうございます。